FM 福岡。探しに出かけましょう。三沢ホームフェア開催中。9時です。Planet presents Radio Planet. Radio Planet. 音楽で夢を叶えたいあなたをサポートするスペシャルプログラム、ミュージックプラネットプレゼンツ Radio Planet。 この番組はミュージックプラネットのボーカルオーディションを勝ち抜いたアーティストの原石たちを毎回ゲストに迎えてお送りしていきます。この後9時30分までお楽しみください。改めまして、こんばんは、楓です。さあ、私は2児の母で、上の子が6歳なんですけれども、まあ、今幼稚園の年長さんなんですが、いやーすごいよ。私も自分の時の頃を思い出すと、まあそんなもんだったのかなと思うんですけど、前までは、まあ、それいきアンパンマンのテーマソングとか歌ってたわけですよ。でそれがどんどんこう歌う曲がやっぱり変わってきて、まあ、アニメの主題歌でも、まあ、最近で言うと鬼滅の刃のグレンゲ、リサさんのグレンゲかな、をもうすごい私からするとこうハードな音楽ね、ハードロックな音楽なんですけど、もうすごいこうカッコつけて歌ってたりとか、そうかと思えば、まあ、全部これね、幼稚園のこうなんていうんですかね、運動会とか、まあ、お遊戯会とかの影響もあるんですけど、ゆずのマスカットとか、すごい可愛らしい曲とか、まあいろいろ歌って聴かせてくれるんですね。あとは最近あれかな、ドラえもんののび太の新恐竜が公開になって、ミスターチルドレンの、マイバースデーなんですけど、まあ、うちアマゾンのアレクサが家にあるんですね。でお母さんってチルダーチルドレンかけてって言うんですよ。ミスターチルドレンがわからないからチルダーチルドレンって言うんですよね。もうそれが可愛くて、でちょっとアレクサにチルダーチルドレンかけてって言ってみてた、かかるんですよ。からあのちゃんとかかるから、あアレクサって私より優しいお母ちゃんやなと思って、いつもこう微笑ましく眺めている楓が今夜も元気にお届けしていきますよ。今夜一組目のゲストの登場です。今夜も電話にて登場です。ミュージックプラネットプレゼンツ Radio Planet。 ミュージックプラネットプレゼンツ Radio Planet。 今夜一組目のゲストの紹介です。こんばんは。こんばんは。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ジェシー・アズ・タカコです。ジェシー・アズ・タカコさん、はい、ジェシーはJESSY、はい、そしてアズが AZ、はい、でタカコさんが T が大文字のアルファベットのタカコさんですね、はい、よろしくお願いします。この番組中はタカコさんってお呼びしていいですか。はい。よろしくお願いします。タカコさんは今現在どちらにお住まいなんですか。私は今神奈川に住んでます。ああ、神奈川県なんですね。ちなみに、はい、福岡に来られたことってありますか。はい、あります。あるよ。以前、会社員で、いた時に、福岡とかの九州の出張が多くて、福岡はよく行って、いました。あ、そうなんですね、はい、そっか、はい、お仕事に来られてたんですが、なんかこう思い出の場所とかあるんですか、はい、よく行ったな、これよく食べたなみたいな。うーん、一番空港ですね。あ、そうですよね。はい、空港が近くて便利でしょ。そしてそうですね、なかなかこう市内の中を、歩き回るという時間がなかったので。あ、そっかそっか、空港で美味しいものを食べて帰ってくるっていう感じで。ああ、そっかそっか、ね、はい、そっかそっか。ぜひ今度はプライベートで遊びに来ていただきたいな、まあ、もしくは歌いに来ていただきたいなと思うんですけれども。はい、はい、歌いに行きたいと思います。タカコさんはまず、はい、今お仕事をされながらこのミュージックプラネットの門を叩かれたんですかね。はい、今しているお仕事は、商品の制作に携わっておりまして、自分の
ブランドですね、ジェシー高子というブランドを立ち上げまして、うんうん、そちらの商品を、制作で作って販売しています。へえ、じゃあもともとそういうあのアパレルの世界にいらっしゃったんですか？もともとはアパレルも長かったんですけども、コンサルとかが長かったそうなんですね。はい、でまあその会社員であったりとか、まあ、現在は個人事業主としてブランドも立ち上げられている高子さんなんですけど、はい、なぜまたこれ音楽をと思っちゃうんですけど、はい、そもそもまあ音楽は好きだったんですよね、もちろん。ずっと子供の時から、歌を歌っていたりとか録音して自分の声を聞いて、まあ、満足してるような子供だったんですけども、うんうん、あとはあの10代の時に声をかけられて、うん、まあ、この業界に入らないかっていうスカウトですね。声をかけられてちょっと怪しいです。いや、いいですね。スカウトしていただいたんですけど、うん、その時は、中学生でしたので、うん、副業の方を専念するということで、ずっとそのまま日々は流れていったんですが、なんかこう、自分の人生を振り返った時に、何かこう、私やり残したことないかなとか、うん、一番自分が好きだったことってことを実はやっていなくて、それは一体何なんだろうって思った時に、うん、音楽だったんです、ね、結構こう時間があったと思うんですけど、声をかけられてから、はい、ミュージックプラネットまでの時間は結構あったと思うんですけど、はい、その間っていうのは音楽はされてなかったんですか？全く、はい、カラオケとか行くぐらいで、そうか、特にあとちょっと日本から離れてた時とかもあったので、うんうん、もう洋楽とかばっかり聴いていたりとか、うん、全くその自分が歌うってことは未然にも計画にはなく、そのまま来ていました。はい、でミュージックプラネットのオーディションを受けようと思ったのは、はい、まあ、ちょっとこうやり残したではないけれども、はい、もう一度やってみようと。そうですね、なんか最初人に勧めていたんです。すごく歌の上手な方がいて、で、SNS とかでミュージックプラネットの広告がたびたび出てくるのを目にしていまして、うんうんうん、それをやったらいいんではないかっていうことを進めていたんですけど、よくよく見たら私がやりたくなってしまって、うん、それでもこれはやるしかないって、もう、まずは絶対に歌が下手で当然だけど、うん、でもやってみたいっていう気持ちの方が勝ってしまって、うんうん、オーディションを受けました。ちなみに全然歌は下手じゃないですからね、はい、今まだオンエアされてないですから、リスナーの方に向けても言っときますけれども、まあ、後ほどね皆さんに聞いていただこうと思うんですが、はい、そんな曲が、はい、出来上がった曲が Trust Me、はい、この曲はどんな、まあ、背景で出来上がった曲なんですか？これはですね、まあ、自分の人生を振り返った時に、うん、なんか自分も結構紆余曲折な人生だったなとか、あとは父の闘病ブログとかを書いていて、そうなんだ、7月に他界したんですけれども、その闘病ブログの中でいろんな方と、出会うことになりまして、うん、まあ、同じ病気で、頑張って闘病されている方や、また震災で未だに立ち直れない方とかっていう方が結構多かったんです、うん、でそういう方がと知り合いになることで、やはり何か私にできることってそれこそないかなって思ったところが、こう結びついたのが歌だった。なるほどな。そっか、だからこうそういう、まあ、お父様の闘病も含めて、まあ、震災で心を痛めている方、はい、まあ、ご自身もそうだと思うんですけれども、人の心と向き合われた結果生まれた曲っていうことなんですね。そうですね、この歌で前を向いて歩けるようにっていう曲にしたかったので、うん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 、小さいお子さんからお年寄りまでスッと入っていくようなものがあって、うんうんうん、それをみんながこう聞けたらいいんじゃないかなっていうふうに思ったのがきっかけでしたね。そっか、じゃあ今後の目標も教えてもらっていいですか？はい、はい、関西とか九州の方でも、活動を広げていきたいっていう野望が芽生えまして、うん、それで関西の出身の
キャンビーヌ出身の方とかと一緒にライブをやらないかっていう話とかも始まりまして、東京と今大阪の方で自分の企画主催のライブが今スタンバイしている。おー、楽しみですね。ワクワクしますね。はい、うんうんうん、すごく楽しみです。はい、そうなんですね。じゃあそのような情報は、はい、高子さんの情報はどのようにして知ったらいいですかね。はい、なんかアカウントとかあったら教えてください。はい、インスタグラムをメインに、アップしておりまして、はい、アカウントが、大文字の C に小文字の HAKAKO の数字の1969になります。はい、復唱します。はい、CHAKAKO1969、 最初の頭文字の C だけ大文字ですね。はい、はい、ぜひ皆さんインスタで検索してみてくださいね。あともう一つよろしいでしょうか。はい、ですね、今ライブ812というライブ配信の中の、専属ライバーとして、うん、そちらでも歌を歌ったりですとか、トークを展開とかしているので、よろしかったら遊びに来てください。はい、わかりました。皆さんぜひチェックしてみてくださいね。はい、はい、よろしくお願いいたします。はい、さあそれでは改めて曲をお願いします。はい、ジェシアズ貴子のオリジナル曲トラストミー、ぜひ聴いてください。今日はありがとうございました。ありがとうございました。長い旅路でいろんなことまた下を向いて、希望も持てずただ空を眺めた日々、楽しいことより大変なことばかり、笑うこと Presents Radio Planet. Music Planet Presents Radio Planet. 今夜2組目のゲストの紹介です。こんばんは。こんばんは。